マティルデ・ルドビカ・イン・バイエルンは、両シチリア王子であるトラーニ・ハク、ルイジの妻、イタリア5名マティルデ・ディ・バビエラ。バイエルン王家であるビッテルスバッハ家王家の、バイエルン公マクシメリアンとその妻である、ルドビカ王女の四女として、ミュンヘンで生まれた。姉に、オーストリア皇后エリーザベと、両シチリア王妃、マリー・ゾフィーがいる。1861年6月5日、ルイジと結婚した。 ルイジは姉、マリー・ゾフィエの夫である両シチリアをフランチェスコ2世のイボ邸だった。フランチェスコ夫妻には子供がないため、ルイジは推定相続人の立場にあった。ルイジとの間には一条を設けた。1861年にガリバルディ軍によって両シチリアは陥落し、イタリア統一が実現した。国を追われた、フランチェスコ2世は王位を請求する運動を。 続けていた。ルイジがイボ兄に先なって1886年に亡くなると、フランチェスコの後を継いだのはもう一人の弟、アルフォンソだった。マティルでは、夫と娘よりも長命で、1925年にミュンヘンで亡くなった。ありがとうございます。